NHK 教育テレビ番組一覧では、日本放送協会で放送されたテレビ番組のうち、アナログデジタルを問わず NHK 教育テレビジョンで放送中、もしくは過去に放送された番組を列挙する。日中と夜間は、デジタル教育テレビのサブチャンネルで一部分割放送が行われる。また、口述に挙げる番組でも BS デジタル放送の QBS1 と、 QBS2 で放送される際もハイビジョン制作の番組は原則的に16、9のサイズで放送されていた。なお、近年は NHK 関連団体、あるいは外部の制作プロダクションと共同制作という形をとって放映している番組が増えつつある。番組終了時にはごく一部を除いて、基本的に、修制作、著作、NHK と表示されるが、 2021年度より長年続いていた終わりの部分が廃止された。また、夏休み、冬休み、春休みの期間中は、のテレビクラブと題して、それぞれの学期間の放送分を集中して再放送しているほか、テレビクラブシーズンだけのオリジナル特番も放送されている。平日の午前に放送されている番組は、祝日だと、 特別番組の放送のために休止になることが多い。がついている番組は、ミニ、5分版もイテレキッズで放送している作品。早朝、夕方悪幼稚園、保育所の、時間放送終了放送終了放送中放送、終了放送中放送終了など多数、放送中放送終了現在は該当番組なし。ありがとうございます。